この奥になんかクジャクがいるらしいんでね、ちょっと探しに行きます。野生のクジャクです、まあ、いるかわかんないですけど、もし見つかったらいいな。もう海沿いですからね、ここはね、まあ、歩くだけでもね、素敵な道ですよね。早速、この日本庭園をモチーフにしたかのようなこの池の周りに、この鳥居は日本にいないでしょ。あ、俺も初めて見た、これ珍しくない？くちばしが赤い。めっちゃ綺麗、小綺麗なカラスみたいな、可愛くない？見つけました。あとで調べましょう。お、変な鳴き声。あれあった、なんだっけ、あの大阪の足の裏のやつ。ほら、大阪のビリケンさんをモチーフにしたかのようなビッグフットゲーム。こういう、めっちゃ怖いじゃんこれ。面白いよ。何かがいる予感がしますね。くれたらもうそれで今日おしまいなんですけどね。デカめのハトだ。これじゃない？すごくない？この素敵な羽は、これ野生？クジャクじゃん。すごくない？携帯でも撮っちゃおう。え、めっちゃいいんじゃん、2匹目いいんじゃん。え、ちょっと待って待って待って、めっちゃいいじゃん。ここすごい、この世の鳥をすべて集めたような。何あれ、でかいアヒルもいるし、すごい素敵、美しい。何この柄。え、クジャク一匹も見たことないのに、1羽も見たことないのに同時に今4羽見つけた。すごいことじゃない？広げんじゃないですかこれ。え、ワイルドですね。
アヒルが遊び回る公園ないよね。パパラパラパラパパパパパラパパ。いやワイルドですね。あれあれあれ子供、アヒルの子供、かわいい。ちょん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 言ってる。守ってる守ってる、うわ、あと後から守ってる、すごい。あ、こいつ俺のこと親だと思ってるバカだ。顔恐竜みたい。カモだね。オーストラリア来た初日はもう超興奮しましたけど、こっちでもトキ、トキが住んでるのは当たり前ですから、日本でいうハトぐらいの扱いで、そこら辺のねご飯をね食べ漁るというような、だからそのお店とかの近くですごいうじゃうじゃいますね。綺麗な湖とこの綺麗な緑の融合された場所でこんなね
らしい鳥たちがいたみたいな。こんな見たことない植物。インスタ映えだよこんなの。綺麗だな。日本でもまああんま見ないであろうカモメじゃないですか。カモメ見るか、まあ、でもこんな大量にはいないよね。日本でいうカラスみたいな。どこ撮ってもインスタ映えじゃない。日本にもあるんであろうけど、なんかすごいおしゃれに見える。こんな鮮やかな葉っぱ。だってレインボーロリキッド。美しい鳥の音色が聞こえるぞ。うつないか。ロリキこれは美しい。あ、どこ行った？見たことねえ鳥がと思ったらラグビーボールだった。近くになって。聞こえるね、聞こえるね。天然の鳥の音色が聞こえるね。癒されるね、歩いてるだけで。この絵とかめっちゃ綺麗だし、バーベキューだし。さすがにここまで道路の方になるといない。その地域の鳥を見て、そこがどんな国なのか、どんな地域なのかが分かりますよね。やっぱりこうやって鳥も伸び伸びと生活できるこの環境、ここがオーストラリアなんじゃないでしょうか。サイレンうるさいな。サイレンがすごい邪魔したの。